こんにちは、森下トホームの森下です。今日はですね、仏壇と神棚、おおよそですね、あんまりこうそれが何って感じで関心がない方も多いかもしれませんけども、そのことについてね、お話をしたいと思います。これ実は先だってね、うちのお客様でこういう相談があったんですよ。結構いろんな設計を詰めていって、じゃあいよいよこれでいいですかねってなった時に、森下さんすいません、仏壇とか神棚ってどういうふうにつけたらいいんですかねとか考えたらいいんですかねみたいな感じの質問だったんですね。どうなんですかね、これやっぱり計画がだいぶ固まったから、親御さんでも見せられたら何かお父さんとかお母さんからご助言があったんですかね。で、なかなかこのタイミングでってこう担当者は頭を抱えてましたけども、そういう中でですね、多くの人がまだそういうところに気は回らないけども、ちょっとおじさん森下的にはですね、こういうことも頭に置いといてほしいな思いもありましてね。でちょっとまた例によっておせっかいなんですけども、少しそのことについて解説をしていきたいと思います。はい、じゃあちょっといつものように僕のスケッチ見ていただいたらと思うんですけども、このね、仏壇とか神棚っていうものに関してはですね、皆さんちょっと知っといてほしいのは、タブーっていうのは結構あるんですよ。言い伝えなのか習慣なのか宗教上の理由なのか、ちょっとその辺は定かじゃないけど、一般的に言われているものがありますね。まずですね、仏壇とか神棚で必ず正面があります。その正面がどっち向くんがええんやっていう問題があるんですよ。でまずですね、仏壇に関してタブーの一番は、北側は向けたらあかんっていうのがあります。でね、できたら東向けが理想ですと言われています。だから日本の家屋を思い出してください。大体そういう作りになってますからね。でそれからですね、仏壇の神棚も一緒ですよ。で神棚もどっちか言ったら東か南がいいって言われてます。で仏壇神棚両方ともですね、もう一つタブーがあってですね、それはその仏壇とか神棚の上に部屋を作らない、通路を作らないって感じですかね。要はですね、その仏様や神様の上を人間がこう通ったり踏んだり専用にしてねっていう、そうですよね、やっぱり大事にしたいもんやから大事にしようねっていうことで、そういうタブーがあります。でこのことをまず知っておいてほしいですね。はい、でその上でですね、ちょっと神棚の方からやっていきましょうかね。神棚はですね、基本的に自分の目線より高いところに祀るもんです。だから例えばお守りとかね、お札とかもらったら、やっぱり神棚なかったもちょっと高いところ置きようとか言って、昔おじいちゃんとおばあちゃん言ったこと聞いたことある人思うんですけども、そうやって神様のもんなんで、ちょっと高いところに置くっていうことで、棚として作るんやったら、この目線より高いところで、じゃあ高いところがええからって、もう天井目いっぱい作る人おるんですけど、それはやめてくださいね。神棚メンテナンスがいるんで、榊変えたりとか、お水変えたりとか、お塩とかお米とか、お供えするもんお酒とか変えなあかんから、あんまり高すぎたら脚立毎回も高いの持ってこなあかんからね、それ不便なんで、そういうとこをしてもらわなあかんですね。はい、でそれからですね、神棚のなんかこうなんて垂れ壁みたいなところにつけてですね、下を出入りするようなところはそういうつけ方はあかんよってことも言われています。そしてね、そんなこと言うけど、この30坪の家で間取り考えたらそんな難しいですよっていう時、その特に神棚の上とかに部屋とか通路作らんといてくれて、これ結構難しいんですよ、今の家の作りはね。でその時の逃げ方があります。でこれはね、こうちょっと書いてます、雲とかですね、人によっては天とかね、空とかって書いて、紙書いて、それを神棚の天井部分に貼ったら面積ですね許されると言われています。なのであんまり気にせんくても、神様ごめんね、ちゃんとここ雲の札貼っときますから言ってやれば OK と言われています。なのでそういうそのタブーと解決策があるっていうことも知っておいてください。はい、でそれであと仏壇なんですけどもね、仏壇は大体和室に着るっていうことが多いんですけども、この仏壇はどこに着る問題っていうのはこっちの話になるんですけどね。で一般的に和室なんで、和室の位置っていうのはね、いろんなところあります。リビング続きの和室、これは独立型ですけども、独立型の時はまあいいんですけども、リビング続きの時になるとですね、神棚って基本的に家の人だけがお参りするんですよ。でもね、仏壇っていうのはお客さんもお参りしてもらうってことあるんですね。
まあ、あのお坊さん呼ぶってもそうやし、それからまあなんか法事の時は親戚の人がお参りにしてくれたりとか、まあ、それからまあ例えばお父さんなんかが亡くなった時やったら、お父さんのお友達とか部下やった人がちょっとお参りさせてくださいってお客さん呼ばなあかん時あるわけですね。なので仏壇に関してはそういう意味で言うと、古来はね、古来玄関からストレートに行けるところがいいと言われてます。やっぱこれがまあ一般的なこうセオリーっていうんですかね、仏壇に関してはそういうことありますね。でそれとね、タブーのもう一つあってね、この仏壇と神棚っていうのを2つ作りたいということになった時に、仏壇と神棚が向かい合ったらあかんとか、こう正面正面がぶつかったらあかんっていうことも言われてます。それから下に仏壇持ってきて上に神棚っていう上下にするのもあかんと言われてますから、いやもう仏壇神棚めんどくさい世界からまとめとけっていうのはあかんのですね。でこれもちょっとしといてほしいと思います。なんで、そういうことになってくるとですね、結構神棚とか仏壇っていう問題が出てきそうとか、あの親御さんからとかね、歴史のあるあのそういう一族の方やったらよく特に大事されると思うんでね、こういうことあるそうないうことはちょっとあの間取りで、いやリビングどうしようとか言ってる時にもちょっと頭に置いてもらって、あのやってもらうと、後々いややるとこないとかですね、のすごいあの洋風の失礼したのに神棚が洋風のところでデンと作って、なんかちょっとどうなんやろうみたいなことはないですからね、そういうこともちょっと気をつけていただいたらと思います。で最後にですね、なんて言ったらいいんですかね、仏壇さっき僕玄関入ってすぐのとこがええってそんな感じ和室とか言ったんですけど、僕がちょっと個人的に思ってるのはね、まあ、個人的な希望かもしれませんけども、まあ、僕もまあ実は、まあ、父早く亡くしてるので仏壇家あるんですけどね、でその仏壇結構ね、まあ、リビングに併設した和室に置いてるんですよ。だから僕必ず家出るときにチーンと鳴らして、お父ちゃんご先祖様出かけてきますとか頑張ってきますって出るのが結構僕の習慣なんですけどね。でもなんかこう自分たちの娘たちとかが将来ね、こう所帯持ってくれて、まあ、僕も女房もこの世からおらんくなったときにはですね、なんかそんなような和室お父さんちょっと私ら作れへんかったんや言うときは、いやそんな気にせんでええでと、できたらですね、ちっちゃい仏壇でええから、もうリビングの一角でも全然ええんで、いうか特にリビングとかにできたら置いてほしいかなと。でまあこれちょっと書いて、こんな感じでこう、まあ、写真家っていうんですかねとか、まあ位牌っていう形でもええかもしれませんけども、でこうやって孫はですね、じいちゃん行ってくるわとか言ってくれてるような、自分のこの死んだ後って考えた時になんかちょっと嬉しいかなみたいな、まあ、これちょっとじいちゃんのわがままなやから、子供たちや孫にしたら何言うとんって感じかもしれませんけども、まあ、そんなことは少しも。だからね、神棚に関しては宗教上の考え方とかいろいろあるから、いるいらんっていうことはあるかもしれませんけども、仏壇はね、今みんな若いから分からへんくても、仏壇どうしようとか思うとき来ますよ。だってやっぱり当たり前か、自分の親がね、仲悪かったらちょっとそうかもないかもしれないけど、まあ、普通の関係性やったら、まあ亡くなったらやっぱりたまには参ってあげたいなって思うのも子供の心というもんなので、よかったらちょっとそういうことでね、仏壇の予定地は、まあ、神棚の予定地もプラスでなんですけど、仏壇の予定地は候補地はちょっとあらかじめ新人の時は考えていただけるなら、ぜひぜひ考えてあげていただきたいと思います。合わせてほんまに打足になるんですけどね、やっぱこの神棚に対して、父母が、まあ、結局家族の安全とか繁栄とかを願うわけじゃないですか。でそれをやっぱり祈る姿っていうのはやっぱ僕も心にも残ってるのでね、悪くないと思いますよ。自分のためでもあるけども、子供さんたちがそれをやっぱり何気に見てるっていうのは、僕はなんか日本のいい伝統でやる習慣かなという気もしますのでね、まあ、最後ちょっといつもの森下さんの余計な話になりましたけども、まあそんな感じでね、仏壇と神棚考えていただいたらどうかなと思います。はい、まあ、こんな感じでね、いつも、まあ、家づくり暮らし方かなのよもやま話してますので、まあちょっと少しはためになったなと思っていただいたら、よかったらグッドボタンの方を押してください。